私は今松坂城跡に来ています。4日午前中現在、松坂城跡の桜は満開を迎えています。それでは市内の主な桜の開花状況をお伝えします。4月4日現在の開花状況はご覧のようになっています。詳しい位置情報については松阪市観光協会のホームページをご確認ください。なお4月6日土曜日には嬉野森本町でなめりこ桜祭り、4月7日日曜日には松阪城跡でのりなが祭りが開催されます。ぜひお出かけください。皆さんにお願いします。松阪城跡では、花見による来場者の増加によってゴミのポイ捨てや、また石垣から石を抜いてきてレジャーシートの重しにしたりということが起こっているんです。皆さん、マナーを守ってお花見を楽しみましょう。